この子たち見ることができるんですね。アフリカの都会でも見かけることができます。日本にもカラスがたくさんいるんですけれどもそんなですね、日本にいるカラスたちと同じようにアフリカの現地都会ではですね、電柱の上に止まっていたり人が出すゴミを食べたりしてるそうなんです。まあ、そういうところからですね、人のゴミを食べたり漁ったりするところから、まあ、見にくい鳥なんていうふうに言われてしまうみたいですね。で今はですね、こうやって地面を歩き回ってる姿見ていただいてるんですけれども、実はですね、はい、こんな感じでよいしょ、結構重たいんですよ、はい、木の上でもともとは生活をしている子たちなんですね。今私の腕の上に乗っている男の子で体重8キロあります。あのですね、片腕にですね毎日乗せているともう本当に筋トレになりますよね。よいしょ、はい、男の子で8キロ、女の子で7キロ弱ぐらいですね。とっても大きな鳥たちだということがわかるかと思います。ただですね、私の腕がこんな風にプルプルしていても一生懸命バランス取って乗ってくれてますよね。なので木の上、まあ、細い木の上、高い木の上でも自分たちでしっかりバランスを取って乗ることができるんですね。巣なんかもそういう木の上で作ったりするんです。じゃあちょっとあっちの方に飛んで行ってもらいましょう。今日はですね、ちょこちょこカラスとかトビが飛んでる姿が見られますね。ああいうトビたちもですね、上昇気流に乗って高いところにまで上がっていってですね、獲物を探していたりするんです。